そう、もう私シートマスク芸人、もう芸人じゃないんですけど、皆さんこんにちは、アイリです。まあこんばんはなんですけどね今日はですね、こちらを使っていきたいと思います。はい、それではスタート。はい、これはですね、シートマスクなんです。視聴者様からプレゼントいただきました。ありがとうございます。本当シートマスクですね、たくさんの方からいただきましてありがとうございます。そう、もう私シートマスク芸人、もう芸人じゃないんですけど、シートマスク YouTuber の一員になれたんじゃないかと思って、じゃあ他に誰かがいるのかって感じなんですけど、でこちらはですね、23 years old の、私41 years old だけどいいですか、コクウミロシルキーマスク、もう名前がコクアン、そう、それもねすごくね惹かれました。これはね韓国の商品です。お、たっぷり入ってる。これは10枚入りですね。 ありがとうございます。はい、中を開けると本当に眉を意識された形ですね。はい、こちらの丸みは、これも普通のマスクと同じような感じで、10分から20分ほど時間を置くシートマスクですね。なんかね、こうやって触ると肉厚なんですよね。なんか私よく肉厚って言葉使うんですけど、ちょっとなんか厚みがあります。シートマスクの生地がもしかしたらいいのかも。はい、開けます。うわ、なんかすごくこってりした美容液ですね。あ、すごい、なんか生地がすごく良さそう。おー、綺麗に折りたたまれてますね。すごい、もうすごいたっぷり染み込んでます。で、すごくね、生地がしっかりしてる。今まで使ったシートマスクの中でもこの生地結構厚めの生地だと思います。うん、クオリティファーストよりちょっと厚めな感じです。クオリティファーストも厚めなんですけどね。はい、では顔につけていきます。初めてのタイプ口、YouTuber 泣かせのシートマスクですね、これそう、これしたら話せないっていうね。私これ初めてのタイプです、これ。そうですね、この状態で伝えておくことを、まずですね、シートが本当に肉厚で、しかもこの白濁色の美容液が本当にとろみがあるので、しっかり保湿してくれそうな感じです。シートももうツルツル、すごいと思って。香りはほのかなんですけど、優しい香りがします。もう癒される優しい香りですね。あと言うことあるかな、花粉症の時期はちょっと辛いかも。そう、鼻呼吸になるので息がしづらいですね。はい、口が開いてないので逆に唇はしっかり潤ってくれるんだろうなって感じです。はい、じゃあ行ってきます。じゃあ外していきます。はあ、ただいま。ちょっとね、つけてること忘れて喋っちゃって浮いちゃったりっていうことが何回かあってはい、そう、慣れなくて、まだちょっと初めての感じですね、ここまでしっかり覆われてるっていうのは。鼻呼吸が今苦しい人はちょっと避けた方がいいですね。それかここ切るか。これこう、わかりやすい。そう、本当に白濁色のとろみのある美容液なので、しっとりしてます。で、感覚としてはカタツムリのシートマスクにちょっと似たようなとろみ感です。私はですね、こうベタベタになるのは好きなんですけど、さらっと使いたい、あんまりベタつきが好きじゃないっていう方は注意が必要かなと思います。はい、ということで、1日でわかるかどうかわかんないんですけど、明日の朝もどんな様子か見てみたいと思います。はい、それではおやすみなさい。おはようございます。昨日ですね、このシートマスクを使ったんですけど、朝起きた感じですね。あー、しっとりしてる。やっぱりもう保湿はしっかりされてますみたいな感じがすごいする。ちょっと吸い付くぐらいですね。
私はですね、昨日このシートマスクを使った後、もうすっごく保湿されてたんですけど、さらに乳液とクリームを使ってます。なので本当に保湿が、すいません、ちょっと髪も乱れちゃってごめんなさい。もうただ本当に鼻詰まってる時は使えないっていうのと、ちょっとね、終わった後もだいぶネタつきっていうんですかね、があるので、それが苦手な方はって感じなんですけど、でもそれが全部クリアされる方であれば、これもね、すごくね、しっとりします。なんかちょっとツヤもある感じがしますね、肌にね。はい、ということでシートマスクを使ってみました。少しでも参考になったら嬉しいです。またね、他のシートマスクたくさんあるので、他のも使っていきたいなと思っています。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。声がね。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。